北サマル州の一北サマル州は、フィリピン中部東ビサヤ地方に属する州である。州とは、カタルマン。面積は3498.0、平方キロメートル。人口は63万2379人。サマール島の北部にあり、南に、東サマル州、サマル州と接している。西側に、サマール海があり、いくつかの島があるが、 そのほとんどはこの州の領域である。島々の南にビリラン州、西にビコール地方のマスバテ州、北にサンベルナルディの海峡を挟んでソルソゴン州と隣接している。米比戦争では1900年4月15日にカトゥビクでアメリカ軍部隊をフィリピン人ゲリラが吸収、町を4日間にわたり占拠し、これに対しアメリカ軍部隊も増援が来るまで粘った。 北サマル州は24の基礎自治体からなる。都市や市はない。アレンビリボボンカプールカタルマンカトゥビグゴミーラウング、ラピニヒラスナバスラバザーズロープデベガマパナズ、モンドロガンパラッポグパンブジャンロザリオさん、アントニオさん、イシドロさんのゼサンローケイサンビセンテシルビのロボス、ビクトリア。ありがとうございます。